やっとパソコンから抜け出せたわ。さて、何をしようか迷っちゃうわ。そうだ、パリでショッピングもいいわね。そうだ、まだ私の名前も紹介してなかったわね。パールよ、よろしくね。何歳かだって、そんなこと女性に聞いちゃやぼだわ。よし、それじゃパリに向けてジャンピングよ。わーお、ジャンピングは成功したけど体がなかなか安定しないわ。パリが一望できるわ、素晴らしい。凱旋門も見えるわ。どこへ降りたらいいのか迷っちゃうわ。セーヌ川も見えたわ。まだ安定しないけど高度を少し下げてみよう。ああそうだ、シャンゼリゼ通りでショッピングがいいわね。着いたわ。思ってたより綺麗な並木道だわ。降りるわよ。レッツゴーダウン。やっほー、無事降りたわ。意外と衝撃はなかったわ。憧れのパリのシャンゼリゼ通りよ。天気もいいし、散歩するにはもってこいね。どこへ行こうか、ウキウキするわ。信号が赤なのね、歩道に戻らないと。ここまでご覧くださりありがとうございます。パソコンから抜け出して、やっとパリのシャンゼリゼ通りのヴィトンショップまでたどり着きました。天気も良く、シャンゼリゼ通りでの散歩も楽しめました。最後に、このヴィトンショップの前でヒップホップダンスをしながらお別れします。次回もお楽しみにね。それではレッツダンス。